津黒岳の位置津黒岳は、日田山脈にある標高2763メートルの山。山体すべてが長野県に属する。日本二百名山を及び新日本百名山に選定されている。常年山脈に属し、北アルプス三大急登の一つである合戦尾根を登り切った両線上にある。1934年12月4日に、 中部山岳国立公園に指定され、山頂付近は特別保護区域、その周辺は特別地区に指定されている。中房温泉が登山口であり、大天井竹を経て、槍ヶ岳へ向かう氷銀座コースの支店でもある。花崗岩でできた独特の山体を持ち、高山植物の女王と言われる小松の群生がある。周辺の排末帯には、雷鳥が生息している。 三名は、春の雪形がツバメに似ているため付けられた。1915年の長谷川ニョゼ間の日本アルプス重装機でツバクロ岳が記され、この10年前からの期間内で命名されたとする説がある。合戦尾根は、北アルプス三大急登に数えられ、厨房、ツバクロ岳登山口から合戦小屋までは特に急登である。合戦尾根は、 表銀座コースの一部となっており、また、アルプスの入門コースとして多くの登山者が歩き、整備された登山道となっている。2009年に NHK 教育テレビの趣味悠々第7回、いざ北アルプスへツバクロダ岳と第8回長い下りにご用心、ツバクロダ岳にて合戦鬼を利用したツバクロダ岳への登山が紹介され、 登山家の田部井純子とタレントのルー大芝が登場した。この登山道は、中学生などの学校登山に昔からよく、使われている。常年岳山無薬両線の表銀座コースとの、反対の北側には、二等三角点のある燕岳を、経て、楽器岳への登山道が続いている。燕岳の、約700メートル北には、北燕岳と呼ばれる小ピークがあり、 その先の東沢の利越から高瀬川の支流である、中房川に沿って、中房温泉へ下る登山道がある。塩山層から大天井竹へ続く稜線上には、川津岩と呼ばれる、河口岩の大きな奇跡がある。大天井竹から望む津桜岳以下の源流の河川は日本海へ流れる。津桜岳の南、津波山荘前からの眺望。ありがとうございます。